はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安でございます。白血病、糖尿病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこの安数のチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なのでね、ぜひよろしくお願いします。皆さん、牛乳は好きですか？飲みますか？中には牛乳をどうしても好きになれない方々もね、いてるようですが、僕は子供の頃から牛乳が大好きでした。もう大好きでした。小学校の給食の時間、クラスメートが一人学校を休めば、その日は牛乳が一本余るんですよね。おい、みんな、今日はまるまるちゃんが学校来てないから牛乳一本余ってるぞ、いいやつ、せーの、じゃんけんほい、やったー、というふうに小学校では全ての学年、全てのクラスでその余った牛乳に命を懸けた壮絶な戦いが行われるのです。というぐらいに僕はすごい牛乳が大好きでした。しかし、あることがきっかけで大好きだった、愛してやまなかった牛乳が嫌いになりました。それは味覚障害でした。白血病を治療するために2018年3月に入院して、抗がん剤治療が始まって、それによって僕が一番最初に発症した副作用、味覚障害に襲われました。それがきっかけで、まずは牛乳が飲めなくなり、次に麦茶、次にコーヒー、オレンジジュースと、徐々に飲み物という飲み物を味が変化してしまいまして、次第に僕の体は味のついた飲み物を受け付けなくなってしまって、とうとう残るはたった一つ、水だけになってしまいました。飲み物だけじゃなくてね、食べ物の味覚障害もね、まあ同時に進んでいきました。そしてつい先日にお伝えしました骨髄移植前の準備治療では、超大量高濃度抗がん剤をした代償に体中に粘膜障害が始まり、何を食べても下痢嘔吐、何を飲んでも下痢嘔吐、薬を飲んでも下痢嘔吐、そして骨髄移植での急性 GVHD、 そして今なお続く慢性 GVHD、 悩まされたこの1年3ヶ月悲しい。しかしですね、とうとう昨日の晩御飯の時にですね、この時はやってきました。僕はどんなに待ち焦がれたことか、この瞬間を、あの愛してやまなかった牛乳を飲むことができました。やったーやったーやったー、イエイイエイイエイ、いやー美味しかった、あれは美味しかった、ほんまに美味しかったっていう話でした。まあ、あのね、まあそんな話なんですけども、いや、めっちゃ嬉しかったです、本当に。だんだんこういう風にね、まあちょっと食べれるかな、これ飲めるかな、いけるかなっていうのが、まあ微妙にね、こう試し試しで挑戦、挑戦、どうなんでしょうね、まあ挑戦ですよね。まあ、あのでもあれですよ、食べていいもんしか食べてないんで、飲んでいいもんしか飲んでないんで、まあもうやっぱり生ものダメ、生肉ダメ、ね、生野菜、生野菜はあれか、ちゃんと流水したら、流水できれいにしたら食べれるんでね、サラダとか OK なんで、生魚か、
ねはダメやし、あの皮のついてないフルーツダメやし、みかんはいけるけど、いちごはダメよとかね、ぶどうの中身はいけますよとかね、あるんですけども、アルコール、ビール、これからビール飲みたくなりますよね。ビール飲みたいな。味は覚えてるんでね、味は体と脳みそが覚えてるんでね、こうなんかビアガーデンの映像とか見たら、ああええな、飲みたいなってめっちゃ思うんですよね。夏ね、なったらそうですよ。その夏なんて言うたらあれですやん、海の映像とか流れるでしょ。今去年の夏はね、入院中でしたけども、骨髄移植真っ最中だったんですけどね。いやもうあんな映像とか見たらもう羨ましかったですね。こんなね、炎天下の下でビール流れたら最高やんって思うわけですよ。まあでもほんまね、炎天下の下でビール飲んだらね、あんま体に良くないらしいですけどね。水分取られてカラッカラの時にね、アルコールを体に入れて急性アルコール中毒とかなるんでね、あんま良くないなと思うんですけどね。アルコールって水分じゃないんでね、やっぱカラッカラに喉乾いてる時はやっぱ水分、お茶ジュースとかね、まあお水で飲んだらいいんですけども、何の話やねんねえ、ちょっと話はそれてしまいましたけどね、牛乳が飲めるようになってたっていう話でした。あのね、飲めてたんですけども味が美味しくなくて飲まず嫌いになったんですよね、だから嫌いやったのが、このまま1年3ヶ月経ってやっと克服したぜっていう話でした。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンのチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてこの動画が、このチャンネルがよりたくさんの方に届きますように願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。